慌てずゆっくり大きくかき混ぜてください。ここポイント、ニラ玉ホルモン炒めでございます。余る飯ということで、今回はですね、簡単でうまくて、おつまみにもなりそうなね、ものがいいんじゃないかということで、今回はあんまり家でね使う人少ないかもわかんないですけど、このホルモン、豚ホルモンのこの茹でてあるものがありますので、これをねちょっと使ってですね、美味しいおつまみを作ってみたいと思います。題してニラ玉ホルモンでございます。余の飯、これで 300g あるから 150g ぐらい、 100g ぐらいかな。ちょっと待って、ごま油、こんなもんですね。大さじ1半ぐらいです。さあこの状態でニンニク小さじ1ぐらい、生姜も小さじ1ぐらいです。さあこれでまずホルモンを炒めていきます。ホルモンからも油出ますんでね、でここら辺でちょっとニンニクなんかもじり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 やっていただいて、でここにちょっともう塩コショウしちゃいます。ホルモンって焼き頃を見分ける方法みたいな、うん、あ、これはねもうね最初からね下茹でされてるのを買うのが一番いいです。あの生のホルモンも美味しいんですけど、やっぱりちょっと臭みがあったりとか、まあいいところで仕入れればあれなんですけど、あとはねもうね茹でてくれてるのがやっぱり、もうこれ全部茹でてあるから全然軽く炒めるだけで食べられる状態。うわー、もうこれだけでうまいですけどね今日はさらにスタミナをつけるためにニラを入れていくといった感じでございます。それでだんだん油が絶好調になってくると、入れてたですねネギとかニンニクが飛び始めますので、ここで慌てないでくださいそういう時はねちょっとこう離せば大丈夫ですから。いい具合にニンニクが超えてきた。ここに、ニラの芯の方ね、茎の方、あとはねすごい勢いで火が入りますから、うわーうまそう。さあこれで順番に入れていっちゃいます。もう上の方はね意外に火が入るのが早いですから、もうこっからはスピード勝負。さあ青みがシャキシャキっとした状態で卵をですね、かー、さあこの脇芽で卵落とします。ここを慌てずゆっくり大きくかき混ぜてください。ここポイント、そうすると大まかなふんわり卵になりますんでね、これ入り卵にしたくないんですよ。はい、こっからあとはちょっと鍋肌に醤油ちょっと焦がしてこれをまとわせたら完成でございます。これをはい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 、名付けてニラ玉ホルモン炒めでございます。余の飯、ニラ玉ホルモン完成しましたが、多分芸能事務所のマネージャーの中で一番このニラ玉ホルモンが似合う男と言われてる崎山が食べます。すいません、いただきます。うわ、そう、いただきます。なんだこれ、町中華ですね うん、うまい。ニラとごま油の風味とホルモンが合います。で最後卵がマイルドで最高でした。余の飯。